国境合作で台湾の政権交代を狙う中国共産党。中国は1年を切った台湾の次期総統選2024年1月に向け、中国国民党と中国共産党の協力、日共合作による台湾の政権交代に照準を絞り始めた。次期総統選では国民党にも十分勝機のある世論調査結果が相次ぐ。3期目入りした習近平指導部は、訪中した国民党幹部を中央と地方の台湾問題責任者に相次いで会談させて厚遇。政権交代の可能性や国共合作の具体策を話し合った。中国側の前例のない厚遇。訪中したのは国民党の夏立言副主席、副党首らの代表団で、2023年2月8日から17日まで北京をはじめ中国各地を歴訪した。一行は同月9日、中国の台湾政策の実務上責任者に就任したばかりの総統国務院台湾事務弁公室主任と会談したのをはじめ、10日には共産党序列4位の王古寧政治局常務委員とも会談した。一行はこの後、北京、上海、重慶の各直轄市と江蘇、湖北、四川各省を回り、20回党大会で選出された地方トップと会談した。中国の各地方は、国民党色の強い台湾地方政府と農水産物の輸入などを通じ交流を深めている。台湾外交部出身の夏氏は外交経験が長く、一行には馬英九政権、在任期間2008年から2016年のブレーンを務めた両岸関係専門家の張春山氏も含まれる。夏氏は2022年8月10日にも訪中したが、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問後の大規模軍事演習の時期と重なったため、高官会談は実現せず、今回の中国側対応は前例のない厚遇になった。まず序列4位の王氏との会談から振り返る。王氏は学者出身で、江沢民、胡錦涛、習近平3代の下で政治理念とイデオロギーを担当する理論的支柱とされてきた。2023年3月に開かれる全国人民代表大会では、全国政治協商会議、政協会議主席に就任する予定だ。中国の国家機構の中で政協会議主席は台湾統一問題が所管の一つ。国民党が発表したプレスリリースによると、夏氏が王氏に強調したのは、民主進歩党民進党の陳水扁政権在任期間2000年から2008年下で、両岸関係が緊張していた時期に国民党が果たした役割だった。当時の連戦国民党主席は、陳政権が第2期入りした直後の2005年4月に訪中、胡錦涛総書記との歴史的な国共トップ会談を行った。夏氏は、両岸関係が現在と同じように緊張していた情勢下で、国民党は民衆の平和への渇望に応え、氷を割る旅によって一触即発状態だった危機を回避させたと語った。その後、陳政権は露骨な台湾独立政策を展開し、頼りの日米両政権からも見放されて、2008年の総統選挙で国民党の馬英九総統の政権復帰を許すのである。夏氏が何を訴えたかったのかわかると思う。次の総統選挙で国民党の政権復帰を実現するため、18年前と同じように国共合作をやろうということだ。これに対し王氏は、台湾の独立と外部勢力の干渉に断固として反対すると応じた。台湾独立派と外部勢力。国共合作の共通の敵として、台湾独立派と外部勢力による干渉を挙げたのだ。外部勢力とは、主としてアメリカを指すが、政策内容や国際政治の局面によっては、
日本が入る可能性も否定できない。政権交代という目標実現のため国境合作を訴えたというのは大げさではとの疑問が聞こえそうだ。確かに中国現代史に登場する2回の国境合作は歴史的転換につながる重大事だった。第1次合作、1924年1月から1927年7月は中華民国建国の父孫文がソ連の働きかけで実現したが、蒋介石らによる反共クーデターで解消。その後1937年9月日中戦争拡大を受け、日本軍国主義を共通の敵に第二次合作が成立する。日本の敗戦でその目的は達成したが、国共両党は1946年の夏に内戦状態となり、第二次合作は崩壊した。この二つの重大事に比べれば、確かに政権交代は小事に見えるかもしれない。だが北京はバイデン政権が蔡英文政権と二人三脚で進める対中政策の核心にあるのは、一つの中国政策の空洞化、骨抜きにあると見ている。それは中国の建国理念の柱であり、歴史的任務である台湾統一の全面否定に他ならない大事なのだ。だから中国は一つの中国をめぐる攻防を歴史的意義のある戦いとみなしているはずだ。特に長期低落傾向と有力リーダー不在の国民党だけに、政権復帰の可能性がわずかでもあればまたとないチャンスと見て不思議ではない。第3期に入った習大勢の下で台湾政策にも微妙な変化が出始めた。習氏は2023年の新年の挨拶で、海峡両岸は親しい家族、両岸の同胞たちが向き合い歩み寄り手を携えて前進し、共に中華民族の末永い幸福を作り上げることを心から望んでいますと、実に穏健なメッセージを発信した。台湾統一や武力行使にも一切触れない微小攻勢だ。1年後の台湾総統選での政権交代の可能性を意識しながら、中国との関係改善こそが台湾に平和、安定、発展をもたらすと台湾民衆に直接訴えたのだ。柯氏ら国民党一行への厚遇もその延長線上にある。中国の台湾対応の変化を解く鍵は、2022年11月の台湾統一地方選挙で民進党が敗北したことにある。台北を含む21県市の首長選で野党国民党が1増の13ポストを得たのに対し、民進党は1減の5ポストと結党36年来の惨敗を喫したのだ。民意の主流は平和、安定、発展。敗因の一つは蔡英文総統が選挙戦終盤、劣勢挽回のため自由と民主の最前線に立つ台湾に世界中が注目していると抗中保台、中国に対抗し台湾を守るを争点化したこと。総統選挙と地方選挙では有権者の投票行動の基準が異なるのは当然だ。国民党一行と会談した総統氏は2023年初め、両岸関係に関する雑誌に、台湾地方選挙は平和、安定、発展が台湾社会の主流民意であることを示したと書き、台湾独立勢力が策を弄した抗中保台は人心を得られず、独立を企む陰謀は失敗したと分析する文章を発表している。台湾政治はすでに総統選挙モードに入っている。民進党の最有力候補は頼清徳主席（副総統）だが、弱点は台湾独立志向が極めて強いこと。総統選でも抗中保台を繰り返せば有権者の反発を買い苦戦は避けられない。頼氏は2022年の大晦日、中国との緊張緩和を目指すとみられる和平保台というスローガンを口にしたが、今度は台湾独立を志向する岩盤支持層の反発を招いた。台北市長を2期務めた民衆党の柯文哲氏の出馬も確実視される。問題は国民党候補者。国民党は地方選でポストを増やしたが、
勝利したわけではないと公式に認めている。周立林国民党主席は2016年の総統選で惨敗、2020年選挙ではポピュリスト政治家と言われた韓国瑜元高雄市長も次第に政治家の能力のメッキが剥がれ敗走した。今回ダークホースとして浮上したのが台北のベッドタウン新北市市長に再選された高雄義氏。高氏は警察庁長官に相当する職を経験した警察官僚で、地元では民進党支持層を含め圧倒的支持がある。警察官僚出身といえば固いイメージがつきまとうが、台湾ジャーナリストによると政治家と異なり実直で嘘をつかないのが人気の理由と解説してくれた。台湾総統選が米中代理戦にも。民進党系の台湾民意基金会が2023年2月21日に発表した最新世論調査では、選挙が頼清徳、高雄義、柯文哲による三つどもえの争いになった場合、 32.4% の高氏が、 27.7% の頼氏、 19.5% の柯氏をリードする結果が出た。ただ高氏は新北市長に再選されたばかりで、市長職を投げ出し総統選に出馬すればマイナスに働く可能性もある。総統選挙ではアメリカ政権側が民進党の政権継続を期待して支援工作を強めるのは間違いなく、国民党の政権復帰に期待する中国との代理戦争の様相を呈するかもしれない。訪台に意欲を見せる野党共和党のマッカーシー下院議長が総統選直前に台湾を訪問し、中国軍が2022年8月のような大規模軍事演習を再現すれば、台湾情勢は総統選挙と絡みながら炎上する恐れもある。総統選が近づけば近づくほど米中双方が妥協できる選択肢ののりしろは狭まる一方だ。